客様は店を選んできてるっていうことは一番最初でしかないと思ってるんですよ。でやっぱりそこにあの担当したスタイリストですよね、どれだけ似合わせられたかって、そのお客様の生活とかライフスタイルの中のその一つのヘアスタイルっていうのは突出して見える部分であるじゃないですか。また内面的な部分ではなく外面的な部分で、まあ、その中であのヘアスタイルを手掛けるっていうのはやっぱりヘアスタイリストの仕事なんで、お客様にとって似合う髪型をやっぱりドンピシャで当てられたりできれば、そのお客様って他のまたスタイリストを探そうとは思わないと思うんですよね、うん、美容師さん勉強しないといけないところだと思うんですけど、そのスタイルで一番ここがポイントスタイリストは言えないとダメだと思うし、これが可愛いからこう着るんだよって、それをあのスタイリストがわがままでやるんじゃなくて、お客様と共有していく上でスタイルを作ることが大事かなっていうのをすごく感じます。スタイリストが一方通行してなんかやりすぎちゃった、でもそのスタイルお客さん似合わないと思っちゃったら多分似合わないですよね。お客様がやっぱやりたいのは何かってスタイリストが察知して、それを提案して、で一緒に納得してもらって作っていくっていうスタンス、共有です、はい、してほしいなと思いますね。